ごきげんよう、モチベーションアップ、講演家の宮崎文隆です。今日は2021年、2月の23日、旗日です。天皇誕生日です。中国新聞のトップは、総務省11人明日にも処分、首相長男ら接待計13人と書いてあります。そして繁華街明かり戻ると、広島がですね、新型コロナウイルス感染を迎える広島県の集中対策の終了から一夜明けた22日、広島市内の多くの飲食店が通常営業を再開したというんで、明るさが戻ってきたという記事が載っております。今朝は朝6時半から広島市中区の倫理法人会のモーニングセミナー、Zoom で入りました。今日の講話者が三好庄原倫理法人会の副会長、金山さんでした。で、今日それを見に行きました。金山さんは一度三好で講話を聞いたことがありますが、またよその段階で喋られるのまた違った形で喋られておりました。今日その中で特に印象に残ったことを2、3言ってみたいと思います。まず多分55歳だったと思うんですが、大型車を取られたというんでね、運送会社を引き受けられた関係で、社長になられた関係で大型車を取ったという、55歳です。すごいですね。それもそのはずですね、時々宮城我々日本人か朝の時にもちろん出会うんですけど、外でやった時にですね、金山さんは背広の上に大きなリュックサックを追って、さあ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 とすごい素早く歩かれておりました。まあ体のキレがですね、すごいなと思いました。そして、57歳の時にですね、広島カープの専属カメラマンとして契約されました。ですから今日聞いたんですが、広島カープの試合を撮りに行く時にマツダスタジアムに撮りに行きます。一塁側と三塁側にカメラ室があるんですが、ピッチャーを撮るにはバックネット裏に行かなきゃいけないらしいんですよね。それで、横で撮っていてもすぐまたバックネット裏へ走っていくんですね。大きなカメラを持って走っていく、撮ったらまたすぐまた移動して、またフォアスト側かサード側のカメラ室に帰るというですね、これをやるためには体が切れなくちゃできないし、頭の働きもすごく速い回転で写真を一瞬を捉えるわけですから、撮られています。カレンダーの表紙になったりして素晴らしい写真を撮られております。そして最近ですね、3ヶ月で11キロ痩せたというんですから、ますます体のキレが良くなっておられます。そんな話を今朝、広島市中区倫理法人会のモーニングセミナーでこう聞きました。そしてその後今、動画を撮っております。今日はちょっと寂しいニュースというんですかね、まあやりきったなというニュースというんですかね、ドリームというミニコメ誌というか機関誌が解放がありますけれども、これは、こう書いてありますね。ドリーム、私たちは自分たちが楽しみ周囲が喜ぶ活動を目指していますというんで、ふるさと食のほんわかネット情報誌の詩は歌、詩人の詩ですね、情報誌と書いてあります。そしてこれが2021年、かっこ令和3年、かっこ2月15日発行というドリームが昨日届きました。そして最初に書いてあるのが、これがこうです。起承転結。来月、括弧、通算244号、括弧で廃刊となります。びっくりですね。頑張っておられましたが、廃刊となるという記事です。高木正造、括弧ドリーム編集長、括弧。中読んでいきたいと思います。20年間発行を続けてきましたドリームも来月号で廃刊となります。読者の皆さんにはドリームを育てていただきありがとうございました。ドリームはふるさと食のほんわかネット情報誌として位置づけ、会員の皆さんの情報交換や異業種交流、特に読者同士の接着剤かっこのりしろかっこを目指し発行し続けてきました。身の回りの出来事を教え合ったり、特技を披露したり、時にはユーモアも
交えた腹から笑える文章をお寄せいただき、おかげで当初予想もしていなかった期間、皆さんの手元にお届けすることができました。また発行に関する経費につきましては、読者の皆さんから会費、かっこ本若ネット会費、かっこを前金としていただき、賄うことが、できました。しかしながら、新型コロナウイルスの影響で投稿者も限定され、私自身も現場第一線に行く機会も少なくなり、肌で感じる生の情報提供ができなくなりました。このため、各月のドリーム内容にも、忸怩たるものを感じ、マンネリ化も否めません。それに加え、直接的な交流の場が少なくなり、新たな読者の拡大も難しくなってきております。私自身の健康問題もあり、本若ネットの中で継続者も、後継者もいなく、年度途中で皆さんに迷惑をかけるより、お互いに理解し合い、笑顔で終わりを迎えたいと考えました。投稿して一緒にドリームを作ってきた皆さん、ありがとうございました。来月号はまだ一度も発信していない読者の皆さんの投稿、ドリームとの思い出などで華やかな紙面にして最後のお別れ号としましょう。起承転結、来月号、通算244号で廃刊となりますというドリームの機関誌が届きました。編集長は高木正蔵さんです。高木さんには、そうですね、住吉海平さん、海流コンビで、熊本に行った時に、コミュニティセンターか、公民館みたいなところで、講義を講演されましたので、それも聞きに行きました。行った後ですね、ロビーでお話をさせていただきました。多分奥さんもおられたと思うんですが、一緒に話をさせておられました。テーマは障害者のことに関する、者に対するテーマで話されました。高木さんのまた知らない部分をそこで知るようになりました。そしてまた今度はかがり火の交流会が熊本のであったんですが、そこであったコックファームのところでありましたが、そこで高木さんがいろいろ面倒見られたので、そこにまたこれも海流コンビで、お邪魔しました。その時は会場がまたかがり火があった後、会場がまた別のところでイベントをやるというので、その道中をですね、高木さんが案内してもらったり、また車に乗せてもらったりして、いろいろ交流をさせていただきました。高木正蔵さんは坂田塾のメンバーでもありますから、まあ、かなり長い付き合いなんですが、がんを克服されて元気になってですね、もう明るい情報をバンバンと発信されて、そのドリームがその最たるもんでございましたが、もう来月号で、一応廃刊となるようになりました。244号、まあすごい数を出されたもんですね。まあ、この来るとすぐ最初にこの頭の関東のですね、高木編集長の記事を見ていました。そしてまたモチベーション上げさせていただいておりました。まあ来月号で、廃刊になりますから、まあ、来月号ガーッと盛り上げて、本当にみんなのモチベーションがバー上がって、コロナをぶっ飛ばすぐらいの形でこのドリームを最後にしたいなと、見送りたいなと思っております。チャンネル登録お願いはまた私も続きます。今日見ましたら220人です。1000人に向かってモチベーション上げてダーッと行きたいと思います。ドリーム、夢です。夢は実現する。人生は夢の実現にありとも申しますから、頑張っていきたいと思います。ではまた明日、ごきげんよう。